ゼトン・ケルメンディは、アルバニアの作家、詩人、翻訳家、政治評論家、コソボ西北軍に位置する都市ペア出身。ゼトン・ケルメンディは1978年、コソボ西北軍に位置する都市ペアで生まれ、ペア市内の小学校を卒業した。その後彼は、プリシュティナ大学で、彼の研究を続け、マスコミュニケーションの学士号の学位を取得。 彼はインターナショナルと安全保障研究を専門とし、ベルギーのブリュッセル自由大学で、彼の大学院での研究を完了した。彼は外交で二度目の収支を終えた。実際に彼はメディアと政治の博士候補生である。長年にわたり、彼は詩、散文、エッセイ、短編小説を書いている。彼は特にアルバニアや他の国で、 国際情勢に関する多くの文化的、政治的トピックへの書き込み、多くの新聞に定期的に寄稿している。彼の最初の翻訳則の世紀1999年、出版後にコスボではよく知られるようになった。その後、彼は他の数冊の本を出版した。彼の詩は22カ国語に翻訳され、いくつかの国際的な文学アンソロジーに掲載されている。 彼はヨーロッパでは最も翻訳され知られているアルバニアの詩人である。多くの文芸批評家が認める現代アルバニア語詩の真の代表である。国際批評家と詩人たちは彼は偉大なヨーロッパの詩人であると多くの記事に書いている。彼は多くの国際的な詩のクラブのメンバーであり、特に英語、フランス語、ルーマニア語の言語の文学や文化の雑誌に、 数多く寄稿している。文学の分野での彼の仕事の格色は彼が指的な表現及びテキストとメッセージに最新の探求と注意を払っていることに基づいている。彼のジャンルは恋愛史により焦点を当てている。そして気化学的散文と芸術の象徴と比喩とが絡み合う。1998年から1999年。 コソボ解放軍率いるコソボの解放戦争の兵士である。現在、ブルッセル、ベルギーに常駐し働いている。ありがとうございます。